い、どうもこんにちは、カジマクです。今回はカジマクのドナドナ報告、あんまり需要ないかもしれませんけど、定期的に必ずお話しするとは約束したんで、今回もまとめて全部お話ししてみたいと思います。で、その内容は大きく分けて2つ、カメラ編とスマホ編、そんな感じになります。で、まず冒頭でお願いしたいのは、僕が買った手放したっていうお話、やっぱりこういう YouTube 動画を撮ってるんで、そのあたり僕は結構頻繁にやるんですけど、買ったからといって必ずいいものではないし、手放したからといって必ずダメなものではないです。で、仮に僕がダメと判断しても、それはあくまで僕の個人的な感想であって、誰かにとっては最上、そういうこともあるんで、そのあたりだけ取り違えないようにお願いできれば幸いです。まあ、とはいえ中には過去僕がディスってるものもあるんで、そのあたり本当ユーザーさん、お気を悪くされていたらすみません。今日も若干そういうお話も出てくるかと思うんで、もし苦手な方はこの動画ここでストップしてください。はい、それでは大丈夫な方だけカジマクのドナドナ報告始めていきたいと思います。で、まずはカメラ編。今年はいろいろ変動がありました。まず今使っているこの撮影用のカメラ、これはルミクス GH5、 今も変わりなしで、で、あと使ってるレンズはライカ DG ズミルクス 9mmF1.7、 これを使って今撮影してます。はい、僕は正直こういった動画撮影するときに本当は 8mm の画角、これがいいと思っていたんですけど、実際今使ってみるとこの 9mm のレンズ、これでも十分だし、むしろそれ以上に最大撮影倍率 0.25 っていうハーフマクロを搭載したこのレンズ、僕的にはもう神です。いや、これは本当買ってよかったと思っていて、今このセットが土定着してます。ということで、これは前にもお話ししてますけど、今年実は一度ルミックスフルサイズデビューしたんですけど、その時に購入したルミックス S5 のボディ、それとそれに合わせて買ったルミックスの 14-28mm、 これもマクロのズームレンズ、これはもう手放してます。で、その時に実は手持ちのレンズとかカメラもほとんど手放していて、今なんとカメラのボディ、この今撮影しているルミックス GH5、 これしか持ってないです。そう、つまりG9 とっくに手放してました。いや、もちろんすごくいいカメラで僕には十分だったんですけど、ちょっとこれ前にもお話しした通り、僕にはシャッターボタンの位置とかダイヤルの位置とかちょっと気になる部分もあって、特にシャッターボタンめっちゃ軽くて、押してるつもりないのに押しちゃったり、そういうフィーリング的な部分若干合わないなっていう部分あったんですよ。はい、これもユーザーさんいらっしゃったらすいません。そこがいいっていう方もいらっしゃるかと思います。ただ僕には合わなかったんで、 G9 も手放しました。ということで、結果的にドーン、実はレンズもこれだけしか持ってないです。はい、このオリンパスのめちゃめちゃお安い 40-150mm のこういった望遠レンズ、はい、これは安いからというよりも結構写りが好きで結局残してます。で、まあまあたくさん買っていたマニュアルレンズ、これも一番のお気に入りの七光晶の 25mmF1.8、 これだけ残してます。で、これオリンパスの紙レンズ 12mm40mmF1.8、 これは残してあります。はい、もうこれはほとんど僕の友人の音楽ライブ、それを撮影するためだけに置いてます。はい、ということで、結構いろいろ買ってましたけど、僕のカメラ事情今こんなにミニマムになってます。ただ今のところレギュラーメンバーとしてはボディが1台足りなくて、はい、もしこのカメラ GH5 が今潰れたとします。するとどうなりますか。はい、僕撮影できなくなっちゃいます。なんでまた近々マイクロフォーサーズのボディ、これは1台買おうと思っていて、もしかしたら年内に出るかもしれない G9M2、 これちょっと気になってるんですよね。はい、このあたり僕のことなんで、またどうなるかわかりませんけど、今のところこういったかなりミニマムなメンバー、こういったカメラ環境になってます。で、次スマホ関係いきます。実は今年僕の好きなミドルエントリーのスマホが不作で、あんまり買えてないというお話もしたんですけど、とはいえそこそこ手放す機会があまりなくて、一時期たくさん増えてました。はい、僕のたくさんっていうのは僕の手が回らない数、そういう意味なんですけど、だいたい僕のベストメンバー iPhone1 台に Android 機、メインサブの2台、この3台体制、これがベストだと思ってます。
ただあれも触りたいし、これも触りたいし、いろいろ買ってると、それ以上増えてしまって、結局手が回らなくなって、気づいたらバッテリー落ちてるとか、アップデートめっちゃ来てるとか、そういうことになると、あくまでこれは僕個人的に、それなら早めに手放して、新しいオーナーの下で活躍してほしいっていう、ほんと本心でそういう思いもちょっとあります。なんでできれば定期的にドナドナしていきたいと思ってます。なんでこのあたり賛否もあるかと思います。せっかく買ったものを大切に使ってほしいという意見もあります。ただ僕の場合はそういったデジモノガジェットに関しては手放しサイクルがあるんで、ここはすいません。ご理解いただければと思います。ということでまず最初は、OPPO A73 ネイビーブルー。これを手放しました。あれそんなの持ってたっけって思われるかもしれませんけど、これ実はうちのお母さん約1年ぐらいかな使っていたスマホ、これをオッポリの 5A に変えたんで、オッポ A73 これを手放しました。いやもう1年使ったとは思えないぐらい手帳ケースに入ってたんで、めちゃめちゃ綺麗な状態でした。でもやっぱりさすがにもうかなりもっさりな感じだったんで、いやいいスマホなんすよ。そのまま CPU スペックが上がれば今でも全然通用するような、そういったスペックのスマホなんですけど、今回これ手放しました。でもう一つ言うと、オポリの 5A これも全然今使えるぐらいかなり快適に動作する、ある意味オポの神スマホ、そういうイメージがあります。で次、モトローラのモト G13。 はい、これもしばらくサブで使ってましたけど、ランチャーアプリを使わないとちょっとホーム画面使い勝手がいまいちで、それ以外はサブとして若干もっさり感はありつつも、そんなに悪いわけではなかったんですけど、これを今回手放しました。で次に、同じくモトローラ、結局メインを入れ替えしたモトローラエッジ40、これも手放しました。いやこれこそほんと今年唯一のデカウスカルスマホ、そういう意味では貴重なスマホで、僕はかなり気に入って使ってました。ただやっぱりシャオミ好きの僕にとってはデカオモスマホなのに、シャオミ 12T Pro こっちの方に軍配が上がって、結果メイン機2台必要ないんで、今回別にダメだと思ったわけではないけど、比べるとこっちの方が僕的には好みだったんで、モトローラ H40 これを手放しました。で次、楽天ハンド 5G これも手放しました。はい、これこそ手放す手間、そういったものを考えると手元に置いておいてもいいスマホなんですけど、これこそさっきもお話しした通り、僕の手が回らなくなって気づいたら完全放電、そういったことも多かったんで、はい、そこのスマホ充電器につないでいても満充電になると充電ストップしちゃうんで、そのまま仮に放置していてもいつの間にか完全放電しちゃってました。なんで途中からはもう電源を完全にオフにして使わない前提で保管、そんな感じになっていたんで、今回次のオーナーさんの元に旅立たせることにしました。ほんとコンパクトで意外とサクサク動いて扱いやすいスマホではあったんですけど、やっぱり欠点としては eSIM オンリーという部分、ここはちょっと僕的には重かった。今回これ手放しました。で同じくそれと接戦していたバルミューダフォン、これも手放しました。こっちは逆に僕はかなり気に入っていて、そこそこ使っていたんですけど、やっぱり他のスマホが増えてくるとどうしても比較します。で結局僕の手元にこのバルミューダフォンよりも勝るスマホが残っていたんで、今回これも手放しました。いやでも本当バルミューダフォン、僕は個人的にかなり面白くて、ただ10万円オーバーでは買えません。あくまで安売りで2万円前後、そのあたりで買えるなら十分楽しいし実用性もあるスマホだと感じてます。ただ今回はもう手放しました。ということで今手元にはせーのドーン、この3台、今メイン機として使っているデカオモスマホ、シャオミ 12T Pro、 ほんとデカオモ以外は完璧に近いんですけど、一応シャオミのハイエンドモデル、それと iPhone 12、 これはもうほとんどカメラ用として、僕はあまり iPhone 得意ではないんで、そんな感じで使ってます。でやっぱりなかなか手放しがたい Mi 11 Lite 5G、 いやもうほんと普段これを持っていて、たまにこれを持つとあれこれ今僕スマホ持ってますっていうぐらいめちゃめちゃ軽く感じます。いやもうほんとこれは神レジェンドスマホです。まあ、とはいえ出会いがあればいつか別れがあるもの、ミレブナイト 5G との別れも近いです。ただ今のところこのメンバーがいると、はい、そうどうしてもバルミューダフォンとかミレブナイト 5G との比較になるわけで、このメンバーで行くとなるとこんな感じになりました。なんですけど、はい、これ
忘れてるわけではないんですけど、まだもう一台うちにスマホありました。これ早く開けたいと思いつつ、なかなかタイミングというかまとまった時間取れなくて、今週末あたりには開けようと思っているアクオスセンス7プラス、いやこれも楽しみなんですけど、なかなか開けれず、まだ開封を待ってる状態です。またこれも近々開封動画やりますんで、今更ではありますけど、逆に今欲しいという方中にはいらっしゃるかと思います。よかったらお楽しみになさってください。ということで今回はカジマクのデジモノガジェットドナドナ報告、カメラスマホ編でした。また不定期的に必ず手放したものをこういった形でご報告していきますんで、またよかったらこういった動画あった時お付き合いいただけると嬉しいです。一応何か関連リンクあれば説明欄に書いておきます。よかったらチェックしてみてください。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。